それはご機嫌にもなりますよ。今シーズン現在2連勝さらにパーフェクトまで残り2つということで、2戦を終えてなんと3ライン達成してるんですね。この最終戦で8番9番を開けることができればパーフェクト。さあというわけで最終戦、皆さんどうしましょうか。ここはですね、ちょっと調子乗ってバルブレイブとか行きたいじゃないですか。まあ、パーフェクトを狙うなら、まあ、ぶっちゃけバルブレイブが一番いけそうな気はしますよね。残ってるのがバース、だから助っ人ですよね、うん、バルブレイブでマリエ、はい、で北斗でいうとトッキー、カラクリでいうと極限無双でいっか。でもう一個がマー君、24連、で北斗だとやっぱりその無双転生バトル持っていかないと厳しいでしょうし、バルブレイブは上位に行くた、いやいや厳しいか、俺24連もあんましてねえや。俺なんかバルブレイブならいけるみたいな顔してるけどさ、あんま行ったことねえわ。そういえば僕実は一つ考えてるのがあるんですよ、はい、やっぱり両角、監督に戻ってから、もう前シーズンもそうだし今シーズンももう間違いなく達成できますし、まあ非常に調子がいいじゃないですか、はい、だからちょっと来シーズンね、リベンジ久米監督久米監督の時確か4つぐらい開けたけどノービンゴだったじゃないですか。そうですね、やっぱりいい監督はもう3つ達成すら1つラインできるんですよ。見据えてやってるんですね。そうそうそう、うまいことやっぱ配置しないといけないんで、それも含めてちょっとこう来シーズンに向けて、なるほど、まあ、うまくこの最終戦でバトンタッチできればなと思ってるんですよね、どうしましょうか。まあ無難なのは北斗、北斗お世話になってますからね今シーズンは。まあまあまあ、北斗いっとくか。そうです、とりあえず、パーフェクト狙いつつ全勝狙えますからね。そうですね、今シーズン。じゃあそれでいきましょうか。超パーフェクト狙いますね、3枚もプラスで終わって、でパーフェクト達成することを久米監督は超パーフェクトと言うらしいです我らこの番組はですね、機種別に用意されたミッションをビンゴ形式でクリアしていって、ビンゴライン達成とともに視聴者プレゼントが確定するという、そういう番組でございます。どうしてこうなった恋恋みたいな顔しましたね。いやーもう常連のお客さんがね、ちょっと有力な情報を教えてくれたんですよ。今日はバルブよっつって、今日はバルブバイっつって、バルブレブバイバがいっぱいある昨日結構出てるよ。あらマジっすか。うわーほんとだ。うわーガチ、もう一回見てみる。まだ北斗余裕あるもんね。ただいまー、まだ入ってる一周様子見てみますね、これで。ダメだ、やっちまったな。オープニングで話してたことも入場前に急なこと全部意味ない。なんで俺たちはこうなるんだよ。オープニングで北斗行くって言っといて、で入場前に今日バルブレイブが強かったみたいな話を常連さんから聞いて、なんでカラクリや全然関係ないやん。全然関係ないですね。いやまあ一応その他の案をね、そのパーフェクトを達成するためのバースが何なのか、カラクリでいうバースが何なのか、マー君が何に当たるのかっていうのはちょっと打ちながら考えましょう、はい、ね。じゃあやりますか、はい、とりあえずまあ設定推測に関してはだいぶねカラクリはもう自信ついてきましたから、悪そうならもうもちろんやめよう、はい、いきましょう。悪そうならティガ行こう。そうですじゃあいきますか、はい、ここ大事よ、お願いします。どうでしょう、そのまあバース助っ人、カラクリで言うとさ、やっぱその一番の助っ人っていうのはさ、ナルミにとってはマサルであり、マサルにとってはナルミであり、あんな背中合わせでさ戦うとかあるやん、そういう意味では、はい、極限無双でいいのかなっていう。前回だってルールその辺決めてなかったから。そうそう決めてなかったから、まあ今日はちゃんと極限無双持ってきたらもうバース達成、ね、でマー君に関しては、はい、だ24連勝でしょ、もともとがね、
で北斗でまあ24連したら大体まあ2600枚700枚ぐらいは出てるかなという計算になるので、はい、エンディングでどうでしょうか。それでいきましょう、うん、だからまあ人有力間で2400枚を取る、はい、そのぐらい難しかったらまあ異論はないですよね。そうですね、うん、そういうルールでいきましょうか、はい、まあ昼頃にはやめてる可能性も十分ありますけどね危ないぞ、なんか前回の感じでさ、あら、おお一発目で、うわ強調にいたおい大正解だすごい、おいおいおい振り、おい振り沿ってくっかそうですね、おいよし、え直撃じゃん一発目から。いやでも1回だもんな、うん、そうですね、うんうん、1回だからそうですね、うんうん、この前初めてね残り2回を見たのよ。おおすごい、うん、見たことないですよ。でフリーズ意識したけど、うんうん、まあただの直撃だった。あ、うん、まあしょうがないよね。あの残り1回の場合は、はい、約2割で直撃。おお、じゃあ全然可能性的にあるよ、うん、で、約8割でチャンスを。でこの表示が残り2回で出てくれれば、うん、もう直撃です。でここの直撃ってさ、はい、たまになんか最初から運命の一撃取れてることあるらしいですよ。どういう感じで出てくるのか見たことないんだけど、うん、A 点始まった時にもあれ獲得ってなってんのかな。そうでしょうね。まあまあそれ以外ないよな。そうですよね。それ見てみたいな。いやだからこれまず天国で当たってるかどうかを見て、うん、当たってなかったらもう早いとこ強チェリー引いときたいですね。そうですね。ね。なんもなし。さあそうなるともう早いとこ強チェリー引いときたいですね。はい。この気配はがどっかが聞こえたぞ。通常中が一番右だから一番右の台でしょうね。おお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 お、うん、なんだよもう一番しょうもないフリーズ戦かなマジでねえねえそうですね、ねうん、朝一 C でさ、はい、その C の前兆中にこれもさためあのマックスになってみたいなさ、うん、そういうこと起こらんかな。そういう偶然が。あだからこれもある意味報酬、あの報酬みたいなものが決まってて、いろいろ引いたりしたらランクアップしていくようなっていう話ですよ。なるほど。今230でも全長発生した、うん、まあ、新スタートの可能性ありますよこれ、うん、3回目。そのもちろん詳細わかんないですけど、うん、からくりでフリーズ引いたことのある人は、はい、なんかこういう直撃とかの条件がいろいろ重なって、うん、でその時にいろいろ引いてフリーズしたみたいな。はあ、なるほど。だから例えば今 C です、うん、でこっちも直撃です、うん、で同じタイミングで引きましたみたいな時に、ああなるほど、そうそうそう、うん、でも直撃と直撃じゃもったいないじゃん、重なりあって、うん、じゃあもうじゃなくてそれが強くなるみたいな、うん、感じでフリーズを引いたっていう話は聞いたことがあります。だからとんでもない確率になると思いますよ。そうですよね、うん、いやでもからくりもあの来月増大というか増産分が入るでしょ、はいはい、あれ楽しみっすね。楽しみっすね本当。どうなるか、どういう設定状況になるか、だってもうある程度店は使い方分かってるわけじゃないですか。そうですね、超延長がはかどるね。そうですね、2連続でスポットライトか、はい、チャンスオンもやったのに2枚目、恐ろしいダイヤで、よっ来た、おい来ました、まあ、まだ早かったですね。420ゲーム538小チリで交互ご期待。いやしかめちゃめちゃ弱いんですけど弱いですよねこうご期待じゃなかったらもう外れるんじゃないかっていうのが弱い、ね、液晶562ゲーム数が444です。さあ行きましょう、はい、くそーチャンスオンか。大丈夫だ、気持ちを入れ替えて。最近ね、はい、朝一のチャンスオンことごとくしくじってるんですよ。
ラリクラリ作戦でもいいんじゃないですか。なんそれ、ゆっくり打つ。相変わらずやな。だー、きたー、レバブルいただきました。はい、プチュンならず、まあまあ OK です。よし、16,000円やるー、ありますね。のらりくらり作戦が来ましたね。いや、聞いてない、全然聞いてない。朝一一発目はちょっとしょうもない AT になっちゃったね。本当ですね。諦めんな、まだまだ、こっから何回も、もうそうそう、この辺でね、うん、この辺からオリンピアとか持ってきてさ、うん、残り200枚以上回復しましたなんて、うん、何回もある。うわー、横込んのみ、そうそういうの、そういうの、そういうの、よっ、いったー、ほう、この 40% 絶対外せない。3、うわー、ダメかー、うわー、ダメだ。もう枚数的にね、バトル行けば劇場だったんですよ今の。なんか全然ダメな AT ですねこれね。そうですね。お、一応奇数コフ設定したな。いや、レア役は寄ってきている。ここでも、くそー、お、天国だ、お、白がねー、お、ここにいた、33、即前兆からの天国です。一発で十分倍。さあ2回目、今ねクミッチは席を外してます。戻ってきた時に残り枚数300枚とかにしといてあげましょう。そう、フラッシュジミー、よっ、よし、乗った。お、いいよ、とりあえず 50%、タバコ吸ってきたやろ。はい、仕事中ぞ。いや、何積もってるんですか。切れすぎたなと思って。切れすぎました。多分マイク の音量バーン飛びました今、ね、真っ赤になりました。うわー、バーンって上がりました。はい、北斗のフリーズの時は出なかったっすよ、あれは。あの時はね、あの時はもう島中のみんながね、そうです、バルブレイブの後ろの人がみんな見てましたからね。よっ、ハーレクインか。お、ミーハイ、ミーハイ、で、押せ。あ、いけるぞこれ。バカだね、学校の。ああ、なんか性格悪いねこの台。そうですね、性格悪いですね、すごい性格悪い、人の心を持ってない台。ダメだったらウルトラマンティガやるか。そうですね、もう空いてるでしょ、はい、チャンスゾーンのチャンスゾーンやってみたいですね、うん、笑えますよあれ、はい、お、2以上出たよ。でもさ、僕ね思うの、はい、2以上って何、ちょっと待って待って待って、いや2以上って設定2が一番出るイメージなんですよ、はい、僕って言おうとしたらセット数出てきちゃったよ。セット数はね、ちょっと高設定の方が出てきやすい気がするのよね。いや、それはひどい、それはいかん。梅さん、ゲットワイルドの英語のところもすげえひどいからな。イヤホン外した。すいませんね、皆さんだけ。僕イヤホン取ったんで。気持ち悪いでしょ。ああ、131までだろ。よし、間に合った剣がですね。さあ、40%取ってくよ。いいよ。
2ゲームはって、うわもう帰れ。まだ降格おるよ多分。トランクかすり抜けていくね。ほんとですね。うわー煽りないか。終わった。やっとデフォルトか。いやー2セットで終わりか。で、あのここで映ってるからニヤニヤしないでください一人で自分で言って。嬉しそうにだってゲンさんも歌ってるからもう。あ、はい、え6回目。おい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 7回目でくる。え、ちょ、これこの後のご予定は。この後のご予定は、うどんを食いぐらい行くぐらいですか。よし、はい、それはもう代わり番号で行こう、はい、帰らせるぞ今日は。はい、当たってくれよ。うわここで800か。ここで幕開入ったらちょっとなんか微妙な感情になっちゃうな。そうですね、800超えた後にすぐね、うん、引いて当たるとかやったら、うん、まだいいですけど、はい、ああ1000以上いっちゃったねって分かるからさ、うん、ここだとまだ800の可能性もあるから当たった時に判断ができないのがね、後々響く可能性が出てくるんですよね、うん、3回目の千ハマりはちょっと痛いぞ。そうですね、うん、朝一ならともかく。いやー千か、早くもダメですねこの台は。ちょっとタイミングを見て移動しましょう。はい、通常幕開があってもダメだよ。おい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 、これ900で当たりますよ。おう1000ギリギリ超えないかもしれない。900で当たるのまた話が違ってきますからね。あそう、900で当たる台はまだ高設定の可能性本当あるんですよね、はい、なんかその無理やりにでも1000行かせないようにしてるというか、俺は落ちこぼれじゃないぞっていうギリギリのところでこの踏ん張る姿勢は高設定に確かにありがちですね。まあでも全長弱いわいやー行った900でしたね。まさかな。いやちょっとまだ可能性残りましたね。そうですね、これはあとここまで幕開を引かずに引っ張った判断を間違えるところだったよ。941ポイント、ゲーム数585です、はい、うん、力みのないいいレバウンドでしたね今ね、はい、今パネル一瞬おプチューンしてよだったら投資が2万と4000円です。うまいな、うんうんうん、チャンスの安定感ありますね今日。チャンスの安定感抜群。あとは今日初の劇場を取るのみ。んリール指導時でした。よっ、あー踊ってくれよ。まあ 13% ぐらいだったでしょ確か。バチバカラのオリンピア期待度は。オリンピア期待度ですか、うん、まあもちろんカットインの、ね、色で。ああ30できた。今日初の、はい、あーもう間違いない、これはもらってます。シルエット煽りからの決めちゃってくださいゲンさん、うん、はい、まあその日一発目の劇場を撮るだけでだいぶ気持ち楽になりますからね、はい、失礼します。前へ9歩。はーい、うっそー今俺復活だと思ったさあここはもう戻そう。1回も略引いてないよ。
また出た。いやこれは本当にちょっと期待できるかもしれないですね。うんですね。ちょっと一発叩いて。惜しかった。最後も叩いて。はーい、むずい。100分の1が引けない。遠いです ね。お、あ、これ引いたね。うん、これは引いた。よし、さあ通常幕開のお時間です。7回目恋愛攻撃というよりはもうここは外れで突破させるイメージ。はい、そんなね10ゲームにちょうどなかなか引けんで、うん、いきます。おい、ちょうど天国否定した後。いいですね、ナイスタイミング。パネル消えろ。残り3。これ行かせるかどうか多分2万ぐらい買ってくるぞ。変わりますね。うん、あーあー、やらかしたね。だから嫌いなんだよ通常バックアイは。あ、難しいっすよね本当。プレッシャーだけかけてくるからさ。上だろこれもう。うわすっげえプレッシャーかけてくる。うーわ、一回絶対勝つ。勝ちましょう。これは持って帰りましょう。これ最初の5ゲームいくわ。はい、ケツの5ゲーム久米さん頼む。むずいなこれ。あーし、むつ、むつ、こうせてる負けるパターンだ。ここはね、いいっすか、うん、この流れのまま、あの、はい、やっぱりちょっとこうせて挙動になってきてるから、うんうん、ダメだった時の責任をきっちり分けてきて。なんだと。やりますよ、じゃあ。はい、お願いします。お、よし、おろおろおろ、決めますよ、もう。おお、やるね。ちょっとかっこよく見えるぞ。あれあれあれ、さあ、どうしますか、 AT はどうしますか。いや、AT じゃもうここはもう勢いのままいっていいですか。諸角家の菅田将暉が。またまた。またまただよ。空またまただよ。まあ、そうですよね。そりゃそうですよ。いけ。僕ね、久米さんがね、からくりでめっちゃ出してるの見たことないんですよ。ああ、そうですよね。確かに。一、うん、回さ、佐賀での その実践的にまんまい出したことあるんでしょ。ああ、はい。その話を聞いてはおるんだけど、うん、目の前で久米さんがからくり出してたの見たことないから、うん、だからすげえその久米さん僕の中でからくり苦手な人のイメージなの。ああ、なるほど。ちょっとそれを払拭してほしい。 OK、うん、です。おいもやれる場合ってところを。いいぞ、しゃいこれはもうこれ劇場も撮ってます。残り枚数12なんで、はい、頑張りますよ源さん。コア頼むよ。はい、お互いこれで1回ずつ劇場やったことになる。リラックスリラックス。そう、ああ大丈夫だ。そう、最終ゲームに来ればいいんだから大丈夫だ。ああ、ふぅふぅ、なんか言ってる。なんだわかめ。せめてひじきだろ。ちゃんとやれ。幕開いできてるわかめ。
いやめっちゃ5なのかな。めっちゃ出るね。めっちゃ出ますね。ここで引けばいい。うわーごめんごめん。あーちょ、おしおしおし、オッケーオッケー。2連続失敗してなるものか。投資が3万8000円です。そろそろ行きましょう。よっよっ、もう歯車役立った。わわわわ、びっくりした。いやごめんごめん、役立った。いやでもこんなにひどいからくりは久しぶりですね。この時間まで打って劇場1回戻ってないってやばいっすよね。ねえ、いやどうしようもない。これはちょっとやばいっすね、ほんと。なんも反応しない。強烈薬持ってかないとやっぱもうどうしようもないのかね、これは。そうですね、ここで、ここでもいいっすね。うわっ、よし、やっと戻したぞ。何ゲームやったって話っすよね、ほんと。あー、そっちか。いいぞいいぞ、これなんか引いたろ。割り込んできた。オッケー、さあでかい。そして 40%。 お、きたー。取ろうね、これは。あの幕開戻しがあったおかげで上位取れたねという、そういうエンディング。うわー、パネル消えた。オッケー、ここでチャンス目だ。多分これでね、あの書き換わりました、勝利。そうですね、うん、パネル消えてるからな。もうここはスススッと、シュシュシュッ。今日初のバリバリバリーン、いきました。いや、いいタイミングでチャンス目いきましたね。本当ですね、お見事。後のせいに回るプラス劇場を書き換えた、お見事。そしてここでドン。そこはニャックなさいよ先輩。ちょっと流れがでも変わりましたね、これで。タイミングが触れましたよ、だいぶ。ちょこちょこ当たってるおかげでね、まだ3万8000円しか使ってないから。いやだからね、今日のこの引きで3万8000円しか使ってないってことは2回なんですよ、これ。そうですね、勝負になってるから。ダメなやつは多分もう8万回使ってるよ。使ってますね、うん、毎回 AT こんなやつはね。パッ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 。おし、残り4枚ですけど、どちらにしろ後乗せがあるんで、終わってから引きたかったなんて思いません。さあ40取ってろ。ここで 40% 取って劇場成功させれば、もう一回、もう一回目指せるぞ。いけません。うわ、厳しいか、マジで。厳しいですね、全然取れん。あとのせ、あ、泡吹くだ。3桁来い。大丈夫か。まあよかよか、頑張れ頑張れ。うわー、乗ってよ、チャンス出る。よし、150いける。150は踏んだ、とりあえず踏んだ。うわー、終わった。いや、アシストが全然ない。これ厳しいね。厳しいですね。うおあった、アシストあった。なんじゃそりゃ。さっきからついてますね。うわーね、バカ好きチャンソンと。いや、ちょっと流れは変わってきてたと思うけど。いや、もう本当最後の AT のつもりでやろう。はい、
と早い終わんのが、せめて200踏ませてくれよ。粘れ粘れ、うわくそー、もう手が弱すぎる。トランクチャンス目、強チェリー、ここまでか。出らんこれ。これで僕さ、はい、この感じだと、はい、もしどっかで今日リーチかかったら、はい、その AT 絶対してもらえたらダメですね。もうそうですね。で、もう後がないと思って、次はないと思って、はい、それしてもらえんかったら終わりだな。そうですね、うん、いやもうちょっとこう熱く打ちたいからくりを、うん、今日のからくりはまだねたぎってない、たぎらせてもらえてないもん。もう頭おかしくなるぐらい。あれ夜外れる、どうだろう、性格悪い。この大魔事でもうボテクリ回してやろうかな。ボテクリ回す。腹立つわー、マジ違う意味で熱くなってくるわ、ね、本当です。マジで性格悪いな。けどこれはちょっと全然サンプルはすごい少ないんですけど、うん、こういった時って割と C にいることがなんかあるような気がするんですよ。本当に、はい、難しいや。すいません、有明海でぶつかるの餌っすぞ。はい、すいませんでした。